よそ見許すかな。あ、あ、超楽しみ。こちらこそです。あ、来る。面白い、ほんと？やばい、ほんまに。買うもの一緒すぎてびっくりした、もう今日ほんまに。なんでな。そこ、一緒になる、普通。ほんまに、2連続。すごいよね。パセリさんのショールームで、アズミンとクルクルの写真公開してます。やばい。おもろい。変な写真ないから大丈夫かな。あ、今私パセリさんの生誕ティーだよ。伝えて。あ、なんか伝えてとか大変だけど。ま、あずみんが、私があずみんを好きっていうか、あずみんが私のこと好きっていう方ですね。あ、今から横バスで東京に向かう。お、ありがとう、待ってます。ダブルヘッドさせ、ありがとう。明日暑そうな気がするけど、どうなんだろう。どうなんだろう。ウィンク完璧すぎて神やったー。明日日焼けするかな。多分さ、大日焼けだよね、多分。の中で写真撮ってただけだよ。もう全然あれ写真撮ってただけ。なんかみんな3枚目なんだなんだなんだみたいな。3枚目めっちゃみんな着目してたけど、あれも別に写真撮ってただけだよ。おもろい。普通にくるくるの X に乗ってるよ、多分。あの時撮ってもらった写真、カーテンっぽい背景の。日焼け止め塗りたくない。写真見た感じ、クルクルがアズミのこと大好きに見える。逆ですね。おかしい。おかしい。逆ですね。逆ですね。クラちゃんの。カメラの準備まだできてない。あれ？まだできてない。全然合わせに行ってないよ。明日の一部は日焼け対策バージョンしようって。え、絶対やばいよね。あ、終わった。終わったんこぶなんですけど、私めっちゃ日焼け止め嫌いなんですよ。なんか、なんか、感触が苦手で、でもフラワーフェスティバルの時も、もう仕方なくこうやって塗って、シュッて、もうめっちゃかけたんですよ。シュータイプの。やけどめっちゃかけたんだけど、ちょっと待って待って。風強い日のお台場、肌寒い可能性が、あ、海沿いだから的な？確かに。くるくるアップルマンゴー派、ぶどう派、アップルマンゴー派です。あ、昨日ありがとうね。こちらで楽しかった。おう、こちらこそ。ありがとう。楽しかった、くるくるも。ありがとう。カメラ直ったよ。昨日塗った。一緒の髪型帽子来てたよ。ありがとう。軽
く熱中症になってた。やばい、気をつけて、明日も気をつけてください。皆さん、水なんか2本ぐらい、あの、水2本ぐらい持ってきて、ペットボトルの水、ちゃんと水分補給よろしくお願いします。っていうくるくるは、飲まないんですけど、皆さん気をつけてください。私はなんか大丈夫な自信があるんだけどね。オンライン畜産委員会申し込んだ。ありがとう。始めなかったメッセージ。オッケー。お任せ。オッケー。そう。面白かった。お、よかった。風強く吹き飛ばされるようにする。いや、食べ物ほんまに揃えてないよ。どっちもほんまに合わせに行ってないよ。これマジで、もう本当にマジで。どっちも合わせに行ってないし、別に一緒に買いに行ってるわけじゃないよ。集合も、あの、別々で来るから、集合して、朝ごはん食べてたら、一緒ってなるだけ。だから、なんか、お互い買うものが見えてるとかわけじゃなくて、ほんまに、それぞれ一人一人で集まってきて集合して見たら一緒なんやかと思う。ほんまにやばい。おかしい。どうかしてるぜ。カラッカラできる。私のほんまにね、水ね、なんか、飲んだら、結構、なんか、水を飲んだら、なんか、気分が悪くなるんや。なんかね、水っていうのが無理で、お茶だったらいけるんだけど、水が無理なんやな、私。味がなくて。今日フラフェスティバル行けてない。一日レッスンでした。インスタの、あれは、ボックスに書けばくるくるが、そう、読める仕組み。読める仕組みです。そうやってな、アスロが自然なレベル、いやそうなんよ。二日目もそうだったけど感情、でももはやなんでそれ買ったん、なんでそれ買ったん、私も買ったんだけど、マネせんでくれ。ほんまに。あ、カメラ付きやったー。今の一瞬でした。シティシティ。今日のレッスンお茶？ちっちゃいペットボトル一本だよ。あ、飲んだの。あずみなんかめっちゃ2、3本ぐらい水追加で買いに行ってたよ。今日びっくりしたし。水買いに行ってきまーすとかそう、めっちゃ何回も言ってるから。水買いに行ってきまーすとか言って。え？また買いに行くの？足、これぐらいのペットボトル。一個、一本飲んだよ。一日で。確かにスポドリで行こうかな。アクエリアスみたいな。あ、はじめまして、こんばんは。はじめまして、こんばんは。ぜひフォローしてね。明日は蒸すから水分取る。ねえ、取った方がいいよね、ほんまに。あ、次買っちゃった。嬉しい。ありがとう。あ、それちょっと水、あ、イロハスのなんか、桃味みたいなやつ。実は、不仲説全然ある。アズミンと不仲だよ、くるくる。これ、ビジネスの関係だから。ビジネスの関係だから。毎日3リットル。むくんじゃー、むくんじゃー。スポドリの味は大丈夫。ものによるけど、基本大丈夫。あとね、私、麦茶も苦手なんですよ。麦茶も喉が痛くなって、私、麦茶飲んだら本当に、結構これもガチで頭痛を引き起こすんですよ。だから麦茶も飲めなくて緑茶しか飲めない。お茶は
カリセットとアクエリアス、え、もうね、違いがわかんない。違いが、ビジネス仲良し、エタピンク嬉しい、マイケさんチキすごい、もう何も信じない。確かにね。くるこつあずみんビジネスだったらほんま信じないよね。あ、そうです。よろしく。あ、カチダカスよろしくるくる。炭酸水とか。あ、いける。炭酸水いける。でも、ま、美味しいとは思わないけど、なんか炭酸飲みたーみたいな気持ちになった時は炭酸水飲む。ウーロン茶は、ま、仕方なく飲むけど、ウーロン茶しかない時はウーロン茶飲むけど、でも基本飲まない。緑茶飲む、緑茶。私ほんまにすぐ頭痛になるよ。なんか、ちょっとなんかしたら、ちょっとなんかしたら頭痛になるよ。じけ、今日も、初め朝踊ったら、もうめっちゃ頭痛になっちゃうね。うんうん。すごし。明日の会場結構、結構広いよ。多分。結構広い。なんとか、うんを探しに行きます。何を探しに行くか気になるんじゃけど、これ。何うん。あ、タン？タンかな？肉フェスだからタンを探しに行く。違う。何を探しに行くってこれなんて。朝風広いよ。タンを探しに行く。少し背の高い。あなた。あ！昨日くるくるキャッチすぎて審査がしたらキャッチ写真あった。え？あのカメコのやつ。見たよ。X 見てるよ。ありがとう。キャッチ嬉しい。キャッチキャッチ。これでくるくるのこと好きになりましたね。グレープフルーツ味の炭酸水、え、初めて見た、美味しそう。ノアピー喧嘩しない。ノアピーはね、私を全肯定してくれるから、私がボケて滑っても、あの滑ってもなんか、アズミンとコンビネーションを出して滑ったら、今のは全部アズミンが悪いってノアピーが言ってくるね。くるくるは面白かったんだけど、アズミンがダメだった今のは。あ、ヒロインとヒロインをかけたらこうしなきゃ。で、ヒロインと、ヒロインをかけ、渾身のギャグでさ、かけてさ、星になっちゃってさ、タンを探しに来たんとか言われて、あ、タンを探しに来たんとか言っちゃって。ほんまやばい。お、ほんまにやばい。こんなにボケて。情けない。おもろい。いいギャグ。56点。あ、じゃあやっぱ96で。あ、くるくるで、96。ヒロイン探しに来てよ。くるくるを探しに来て。そのアピー全肯定してくる。行き揃えてる。くるくるは可愛いからね。全部許すよ。当たり強くない、強くない。そう、そう、確かに、あさみ。くるくる50点。あずみん6点ってこと？そういうこと。え、お菓子昨日もらえてない。あれ？あれあれ？もらえてない。あれ？お話か、あ、お話かじゃない。お台場、ひれる。あ、待ってます。嬉しい時。お肉いっぱい食べれたらいいな。そこじゃないよね。大事なのはそこじゃない。あ、タオルも回せるけん、ほんまに。
タラマセル。私が個人的には、個人的には、昼の部の一曲目がまず緊張する。緊張する。コラジの歌詞まだ。ナンピってもっと辛辣なかと思ったらそのやつ。確かに、あ、でも辛辣の時は辛辣で、もうめっちゃ辛辣。おもろい。おもろいぐらい辛辣すぎて、もう。なる。くって。あ、タオルは、10番ぐらいかな。台本も全部自分たちで考えました。まあ、いつもはこう大体決まってて、ここは誰が言うとか、もうそこスタッフさん決めてくださって、で、どういう内容かもちょっと書いてあったりしてるんですけど、今回のフェスは、全部、その、MC のポジションも、誰が話すかも、話す内容とかも全部自分たちで、レッスン終わりとかに相談して、誰が言うとかで、やりました。で、紡ぐ言葉も全部自分たちの言葉。頑張ります。緊張する。ペナと緑紫を。緑紫を。誰ぞ誰、続くじゃない。使う。会場が寒くなる寸劇若干あるかもしれない。とか言って。タオル付きだから、そう、タオル付きだったら私は持っていかんでも。本当に 2.5 と3で作り上げた。そうなんよ。ほんまに 2.5 期と3期で、こう、まあ、作り上げたというか、こう台本とかも、こう、手書きで書いて、それを写真で撮って、PDF にして送ってもらう。だからもう本当に、もう、自分らの、が全部やってる。台本。立ち位置も手書きでメモ。お、明日のために来た。てか、5月早い。もう5月だよ。やばい。お前どうしよう。もう5月過ぎた。2.5 さんが一堂に会すのは、もうこれが最後。いや、と思ったんですけど、なんか、まあ、これからもやっていきたいなと思ってますってスタッフさんに言われた。え、これで 2.5 と3で一緒にやるの最後なんですか？僕たちももう私で出ないし、これ、お前最後になっちゃいますねって言ったら、いや、これからも、ちょっとはやっていきたいかなというふうに思っています。そう、お台場。ね、3期ってタオルすごかった。大学ある大学得意。みんなで考えたかな。暑くもなく、え、いい感じそうだけど、ね、天気。お台場頑張って、ありがとう。来るから好きな曲、明日何曲目？全部です、全部。ビニールのプチプチ一気に鳴らしますか？え、来るから一つずつタイプ。プチ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 。ほんまに、もう終わっちゃう。今年。体重気をつけて、ありがとう。あ、ヒルに来ます。待ってます。上半期終わっちゃうよ。え、上半期ってえ、12日あ、しょ。あ、もうやばい。もう思考か、え、もう本当に今日、なんかもう、疲れとんかわからんけど、もうやばくてほんまに。もう本当にやばくて私。お台場ったら、え、燃え尽きちゃう可能性あるから、燃え尽き症候群ならないよ。私頑張るほんまに。燃え尽き症候群ない。最初選抜がいないステージかと思ったけど、選抜にも嬉しい。聞くても、確かにこう、そういう気持ちで頑張りたいと思います。もうそう、今日ほんまにやばくて、もうびっくりした私。お茶を、まあ、こう、リハーサルだから、こう、曲でね、通すんです。ブロックごとにこう、何曲かやって、
MC のところでまあ一旦じゃあ水飲んできて次この曲から通すよみたいに言われるんですけど、あのお茶飲みに行ってこう床に座ってねこうやってこうペットボトルこうやってこうやっての飲んだんじゃけど、これキャップ外してなかった展開だと思うやん。これ今絶対今みんな思った今、あキャップ外してなかったやつね、思ったでしょ、今思ったでしょ、詳しい見えてます皆さんの心待ってでもそうじゃなくてキャップ外してたんですよ。でも口につける前に傾けててブシャーってこうやってわかる、こうやって、さ、口にこう、持ってきて、こう、ペットボトル飲むじゃん、こうやって。のに、ペットボトルを、外して、口につける前に傾けたって、ブシャってなって、大丈夫って言われて。え、やばいみたいな。無意識、無意識。口に含むつもりだったのに。もう全部ぶちまけて。あ、もうこれやばいと思った。心の心理を全部読み取ってます。皆さん。心理学で。明日行けないけど、ツアーかかった。広島昼夜。あ、ありがとう、待ってます。嬉しい。それ、俺も年一であるから笑い。疲れとるやん。疲れとる。大丈夫？うん、そう。中身をもう。本当にびっくりして、もうさ、え？え？本当にもう無意識すぎて、それが。笑うことしかできなかった。あずみティッシュ持ってきて。そのレベルで言ったこと、言ったことない。いや、ほんまに、いや、くるくるも初めてよ。もうそんな、口つける前にペットボトル、傾けるなんて、そんなことありえるでしょ。明日の朝食、いや、さすがに明日の朝食は、あ、朝食はかぶらんと見た。うんうん。スタバでまだ満杯なのにカップ傾けてドバドバできると、それもちょっと大変ですね。しかもさ、スタバってさ、あの甘いからベトベトするやん、後が大変だね。お茶だったらさ、まっすぐパッて拭けばさ、パッて終わるからあれなんだけど、あずみんなんか何やっとんって言われたマジです、すいません、何やっとんって。何食べたらクルクルみたいにキャバチになれますか？ステーキかな、お肉かな、お肉？明日の肉フェス待ってます。え、でも現実、え、私果物好き、愛してます。赤ちゃん、バブバブ。素敵、本当。もし、そう、優しい果実だから、苦しめいかの優しい果実。チェキ申し込んだ。嬉しいです、ありがとう。ハッピーです、ハッピー。明日はそう、あ、早く寝なくて、もうくるくるね、でも寝れないんだよね、なんかこういう早く寝んといけん日こそ寝れないっていうね。昨日も寝落ちしたし、普通に。もう最近寝落ち多すぎてやばい。もう、寝落ち。寝落ちの日々。くるくる、愛してます。あ、子供の日なの？今日か、明日か。バブバブキャッシー。あ、だから今日なんか X に赤ちゃんの頃、なんか子供の頃みたいな写真いっぱい載ってたんだ。そういうことね。なんでみんな赤ちゃんみたいな、なんかちっちゃい頃の写真載せてるんだろうと思ってた。そういうことね。肉フェス荒くれオタクが集まってるイメージだったから。あーでも、確かにじゃなくて、なんか、あれじゃない、多分、あの、有料で
チケット買ってくださって、石井のファンの方は多分いつも来てくださる優しい方ばかりだと思います。でこうちょっと離れたら確かに、まあ、いろんな界隈の方がいるかもしれないけど、でもすごく楽しいイベントだと思います。肉フェス全体的にチェキ3枚特典、確かに3枚特典とか考えてなかったけど、後ろにもうちょっと文章書いちゃおうかなとか思ってる。でもなんかさ、移動中寝る、むくみ、マジむくみ取りたい。今日明日はコミオレットフルーツ、めっちゃ美味しいよ。いちごがやばい。いちごはもう本当にびっくりする。セブンの冷凍スイーツでこんな甘いのって思う。本当に美味しい。寝落ち気持ちいい。寝落ちというアイドルグループ、あ、そうなの。しかし寝れるけど、私結構寝るの下手なタイプですね。今日さ、めっちゃひーちゃんに可愛いって言われてさ、ちょっと嬉しかった。モチベ上がった。ひーちゃんがなんか、くるさんほんと可愛いって私何も知らんのに、くるさんほんと可愛い、推しメンになりそうって、あれまだ推しメンじゃないのかなと思ったけど、推しメンにしたいぐらい可愛いですみたいな言われて、推しメンしていいよって言った。そう、チェキはね、あんま黒い服金かなと思う。あの、サインが被っちゃうから。そう、それで、そう、3枚とくて、あの、チェキさ、私さ、いつも、なんか、チェキさ、デコレーションをしようと思ったら、まあ、絵描いたり、シール貼ったり、まあ、いろいろあるとして、可愛くデコレーションしようと思ったら、当日だとできん、じゃん。当日にチェキ取る方、チェキさ、前日とかにさ、チェキ取りたいんだけどさ、私、前回のチェキ会の時に、絵を描くっていうか、デコレーションとか、私、本当にサイン描くのが遅いから、先に書いておきたいですっていう風に言って、なので撮らせていただきたいです。お願いしますってしたら、言ったら、ダメですって言われちゃって。当日書いても間に合う量だから、お願いし、当日お願いしますって言われちゃった。今年じゃない。今回のいけるかな？お願いします！こうやって。すごい好き、嬉しい。くるくるの推しメン、普通に推しメン、ただもうほんまに推しメンは大園桃子さんと松尾美優さん、憧れ兼推しメンはもうサヤンさんとココアさん、ちょっと同じグループの先輩ってなるとやっぱ、まあ、ちょっと違うからね。たくさん売れたら人生、そうなの？めっちゃことダメです。あ、めっちゃ覚えてる？そう。悲しい竹になりました。間に合わないって言ってんでしょうかって言っちゃおうかな。間に合わないって言ってんでしょうか。前日は、ね、前日に撮らせてくれーみたいな。よし、言えない。前日に撮ってもいいですか？ダメです。わかりました。わかりました。全部クロちゃんのものまね。わかる。私なんか多分、クロちゃんさん。マジで。テレパンさんは、まあ、推し面っていうよりかは好き面かなって感じ。こんなこと言ったら、なんか DD とか言われちゃう。推し面っていうか、まあ、好き面。
腹話術してスキブな、これでいいよ、するけど見せてくれたらするよ。そう、チキン、あ、予約しようかしら。え、嬉しいんじゃけど、予約してくれの嬉しいんじゃけど、もうでももう愛を込めて返していただきます。そう、わがまま通るくらいいるしか、頑張ります、頑張ります、チェンジ中。そう、あ、一回しか申し込まないの、そうなのね。働き方改革、そういうこと、そういうこと。でも先輩かな、撮ってる人もいたから、そう、改革してんのか。推しメンと好きメンどう違う、得られるものが違うかも。私はね、私は難しいけど、差をつけるとかではなく、もう推し面はめっちゃ無理してでも話したいとか会いたいと思っちゃうんですよ。でも、まあ、ちょっと好きかなぐらいだったら、まあ一旦ここ先でもいいか。もうこれはもう本当にちょっと充電があれだったんだけど充電があったんだけど、もう本当にただの私の、本当にただの一般人のくるくるのオタク目線ね、くるくるのオタク目線ね。そう、働き方改革と聞いてきました。おもろい、そこ、いや、まだ来てないです、まだ来てない、その神かわかしいお母さんの方ですね。あ、くるくるおしめ、嬉しい嬉しい、隙間いっぱいいてもいい、そういうことじゃなくて、そういうことじゃないんですよ。最近いい子いるって聞かれて名前出す人しめ、あー、確かに確かに。でも、推しメンいるの?みたいな聞かれて、一番最初に顔に浮かぶ、顔が浮かぶの、浮かぶメンバーさん?浮かぶ推しメンがもう本当推しメンだと思う。仮面した?本当?そうなの?嬉しい。仮面。おぉ、推しメンの人一つだけ。おぉ、いいね。いいね。ん?お玉のかき氷フェスに、レインボーかき氷。なんでしょう、美味しそうなんだけど、食べたいんだけど。タイトル見て、オンラインチェキン、サイン、買いましたな。え?キルキルの?嬉しい!え、キルキルの?嬉しい!ありがとう!愛を込めて、カキカキします。そして、ちょっと一回じゃあ、一回はチャレンジしてみる。前日に、撮ってもいいですか?前日に、なんかチェキとか撮るのとかって、なんかありとかだったりとか、しなくもないかもしれないかもしれないけど、オッケーだったりとかしちゃったりとかしますかみたいな、めっちゃ遠回しに。遠回しね。あ、くるくるおしめ、あ、嬉しい。最近くるくる買います。え?ほんま?嬉しい。くるくるおしめ、嬉しい。あ、チュルチュル。いや、手をつなげたいのが好き目で、心もつながれたいのが欲しい。まあちょっとわかる、言いたいことめっちゃわかるよ、言いたいことめっちゃわかる、面白い。あ、サイン書くのが遅いんで、確かに私ちょっともうどう頑張っても筆圧強くて、もう縛り付き筆圧強くて書くのが遅くて
もうどうしようもなくて。でもかな。あ、来るか、お友達名。まあ、嬉しい、嬉しい。ね。興味ないよりか嬉しいよ、と。タイトル未定さんの特典がかれこれ2年くらい。え、タイトル未定さん、フェスで見て好きだった雰囲気。両手書きやばい、絶対書けない。殿堂入り、やはりじゃない。それで言ったら、大園桃子さんはもう殿堂入りかも。卒業したメンバーがもうそうなるんかな。大園桃子さん。一番最初は横山由依さん。横山由依さん、向井地美音さん、小地春さんのセンスは持ってる。センスだけ持ってる。ごめんなさい、向井地美音さん。大空桃子さん。あ、ゆいはんさんですね。ゆいはんさん。たまたま、たまたま総監督筋。大空桃子さんと同じ地域住んでた。すごい、鹿児島？公務員。公務員。あ、いいです、嬉しい。グッズが、もうどこ行ったか分からんけど。でも一回見せたことあるよね、なんか。あ、もう、いっぱいありすぎて。え、でも、え、どう思う？その、系統、一緒だと思う？なんかさ、大体なんか、なんか系統一緒の子を好きになるとかあるやん。こういうタイプの子みたいな。まあ、正統派だったら正統派とか、あざとい派を推しにする、あれがあるとか。私、真面目か。真面目？確かに。お、大島優子さんからオタク人生。おー、すごい！え、結構でも、若い？高見田さんから入った。おぉ。うわ、懐かしい。3DS でやってた。AKB さんの 3DS のゲーム。わかる？やってた。あ、ふわふわ女子を好きなやつ。あ、くるくるみたいな。最初の推し、小島春さん。おぉ！すごい。なんかみんなの最初の推しとか聞くの。ああ、一時期推しが役職持ち。なるほどね。確かにそういうのあるよね。真面目だったら SD フォトリーのクリシマイカさんおすすめ。あ、お願いします。でも私ね、私本当に基本曲選考なんよね。曲選考で推し面ができるかな。可愛くて、頭良くて、あざとが苦手風な子か。それ、くるくるか。告白されるゲームで全員メンバークリアした。私、全然クリアできないタイプの人だよ。推し面が一緒のファンは好き面を噛むこと、わかるー。髪飯入れてない、めっちゃ黒。私なんか最近茶色くなったんだよね。傷んでるのかな。
逆線が高いらしい。いや、それくるくるやー。可愛い上にってこと？可愛い上に逆線。ダンス面好きになりがち？くるくるやんとかなんか、でも、ちょっとダンス、そんな、自分得意じゃないから、言えないけど、くるくるじゃん、これ、ボケ、ボケです、ボケ。くるくるじゃん、ハウって言っちゃう、これ。それ、くるくるじゃん。握手は、握手は、ゆいはんさん。横山ゆいさんと、武藤トムさんと、加藤玲奈さん。の、あの、三人の連。三人の連に行った。覚えてる、めっちゃ。何も言えなかったよね、普通に。小学生ぐらい。何も言えなかった。あ、頑張ってください。頑張ってくださいしか言えなかった。好きですなんて言えない。頑張ってください。頑張ってください。情けない。悲しい。まあ、それそうだよね。小学生だからね。伝えれないのは仕方ない。アメテラシが可愛い子が好き。あ、くるくるじゃん。確かにお姉さんメンバー、確かにそうかもしれん。くるくるの時申し込ませてきました。嬉しい、ありがとう。めっちゃ心込めて書かせていただきます。ありがとう。父親のうがいの癖がすごい子気になってます。くるくるじゃん。それ絶対 100% くるくるじゃん。くるくるがいる？くるくる以外いる？ねえ。それだけでも言ってたけど、確かにすごい。すごいすごい。あー、確かに、どこから来ましたとかね。初席ありがとう。嬉しい。嬉しいです。緊張のこと緊張るっていうか、くるくるじゃん。受かるよって、可愛いから受かるよって言われなかった。言われなかった。言われなかった。お母さんが着てた T シャツが褒められてる記憶がめっちゃある。シュウさんから。ふうさんで。え、合ってるよね、この読み方。合ってるよね。くるくる。おお、え、嬉しい。でもなんか、くるくるでいいんですかとか思っちゃう。嬉しい。前が嬉しい。くるくるやん。くるやん。愛犬がコロちゃんって名前の彼氏さん。くるくるやん。なんかいっぱいいそうだけど、この世界に。くるくるやん。その AKB さんの時は、女性と子供優先で、だったから、もう、30秒くらいしか、並ばなかった。で、お母さんが、まゆゆさんとこ行きたいってめっちゃ言ってたのを、私は無視して、フル無視してた。フル無視。くるくる、いや、もちろん行きたかったよ。その、でもそのもう、もう、列がね、もうね。え？並ぶの？でも皆さんたくさん並んできてくださってありがとうございます。でもくるくるも、そう、並べるようになりました。長い列でも。嬉しいです。皆さんもたくさん並んでくださって、いつも来てくださってありがとうございます。あれですよね。足が痛いのにもう絶対、くるくるもう、途中で帰ろうかなって思った。白石麻衣さんの時も、もう帰ろうかなって思ったもん。なんかちょっと疲れたかも、帰ろうかなって。ココアさんのこと教えてくれてメモ教える。もちろんです。ココアさん悲しいだけ。お母さんおだれ好きだから、娘もおだれ、確かに。
帰ろうかなと思う。そう。ゴン泣き。え？号泣のさ、号にさ、泣きってゴン泣きって言うの？知らなかった。え？私さ、豪波だみたいな。号泣？号泣とか言ってた。号泣とか。これなんて読むんだろうとか思いながら、豪涙。あ、豪泣きとも言う。あ、よかった。あ、お母さん今誰推し？誰だったっけな？誰だったっけな？あ、号泣よね、号泣よね、合ってる。くるくるも号泣。号泣だ、合ってたわ。わしが合ってたんだ。そういうことね。あ、ネットスラングね。びっくりした。だからずっと、でも、号泣、号、でも、泣って読まなくない？泣くって書いて。こんなん日本語難しすぎでしょ。泣きって書いて、泣なんて読まないよね、普通。ほんまに。むずすぎるじゃろ、日本語。よくできるよね。自分たち、私たち。うちら、生まれてきて。こう、頑張ってるよ、日本語。偉い、ほんまに。生きてるだけで。よし、国語のテストめっちゃ点数いいよ。ノーベンで、ま、80はいくね。だって、全部答え、国語なんてさ、全部さ、問題にさ、答え書いてあるやんって思う、私からしたら。全部、そういう読解問題も、全部、教科書じゃない。問題に答え載ってるのに、まあ、逆にさ、数学が得意な人は、こんなん公式覚えれば簡単じゃんって思ってるんだろうけど、それと、同じようにくるくるは、あの、書いてあるから、できるって思って。キューって言ってみて、泣いてるように聞こえるから。キューキュー。マイキューさんになっちゃいましたとか言って。確かに。キュー確かに。あ、センスがある？嬉しい。数学無理。あ、ゴン泣き。令和インターネット現代文。そうなの？おもろい。現代文。インターネット現代文ね。オッケー、勉強になった。こうした。古典はそうはいかない。なんか私は古典は苦手。苦手んとおみしです。古典は。あ、でもレテンとかはいける。レテンとか。漢字は好き。数学好きな人は公式は忘れたらテスト中に自分の公式作る。やばいって。めっちゃそれも頭いいやん、もう。全然できない、私。苦手と虫、普通に。普通に。え、レテン限定。レテン、レ、え、なんかレテンの中にもあったよね。なんだっけな。レテンと、もうレテン、編成点出てきたけど、それは声の、声のやつ。レテン。あー !1、2点？あ、それじゃん。1番、2番よね。どっち先に読むかみたいなやつよね。それいける。え、テントウムシの絵文字。最近さ、動物とかさ、虫の絵文字さ、なんかリアルすぎない？緊張るとか苦手なんですとか、くるくるよ。え、気になる。え、ぜひ。号泣関連のと、五反田には、G5、G2、G4、G3、G6。何それ、すごい。くるくる文系だよ。めっちゃ文系。
でも社会は無理。一個の公式覚えたって揺らん解ける。解けない。あ、有頂天。今だかつてないような、ね、はしゃって。キラキラした毎日。うちょうてんらてんちゃん上下点、あ、懐かしい。上下点勉強できてもお腹からやめんな。大丈夫だよ。平家物語の最初って暗記させる、え、させられる。どんなんだっけ、暗記させられた気がする。うわ、祇園少女の鐘の声なんかやった気がする。東京には目白と目黒、白黒、あ、知ってる。中目黒とかもあるよね。でも場所は分かんないけどね。え、百人一首は秋の田の言えるね。ハルミン深く暁なんて言うの。あ、春明け物か。キルキルは成績、え、めっちゃ自分で言うね、自画自賛していい、いくよ、自画自賛しちゃらしちゃら、ハルミン、確かアイドルみたい、春眠か、春眠、自画自賛したら能弁、あ、いや能弁はないな、能弁じゃなくて前日詰め込み型勉強でギリ平均はいける、ちょい下ぐらい、平均ちょい下だから、もう勉強した時にはもうやばい、覚醒、もうめっちゃ頭いい。多分ね、私は前日詰め込み型だから。だからさ、だから短期記憶なの、だから短期記憶だから、短期記憶だから意味ないんだけどね。人生を持ってみたらめっちゃ意味ないんだけど、テストの直前に見た文章とかほぼ覚えてるから出たら書ける。でも次の日はもう忘れてる。そう、じゃあ、え、いい、嬉しい。右足ずドリル送ったけど、あ、なんか出てくる。おもろいの、くっくるくるね、結構ね。ドリル好きで自分で買うよ。よく。自分で買ってやらずに終わる。え、そう。でもくるくる。立ち位置？ポジションは、覚え方を身につけたの。もうこれも。めっちゃ気持ちよくて、この覚え方は。なんか、まあ、暗闇で言ったらさ、暗闇って、夜よ僕を詩人にするな。嫌い事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえてとかは、後ろから、4列あったら後ろから、立つの4。1回目立つ、2回目立つ。3回目立つ。生きることに傷つき、うろたえてって、4回に分けて立つんだけど、もうこれは、いちいちこう動画見なくても、立ち位置が一番後ろだから、1回目に立つとか。もうそれで把握する。で、左右の振り付けは、対象で見る。私こっちのポジションしたとき、この振り付けだったから、これ、もう自動的にこっちはこうか、みたいな。とか、位置の移動も、なんか、人で覚えるっていうか、その、この人こう来るからこっちにいたらいいんだが見えるようになったの。もうそれがもう楽しくてもう仕方なくて、なんかその気持ちいいの、そのハマっていくみたいな、わかる。
そう、動線が、まあ、曲によるけど、曲によって動線が見られた。この人は今からこっちに来る。この人は今からこっちに来る。あの人は今からあっちに行く。だから私はここを通る、みたいな。そうそう、周りを見れるようになった。そうなんよ。もう今までは自分しか見れてなくて、自分のポジションを覚える、自分が行く動線を覚えるだけだったから、ちょっとでも見せたらもう、あ、終わりなんだけど、それができなかった。もうそれは気持ちよくて嬉しい。頑張るんばです、頑張るんば。ドリル、ドリルでもう思い出した。これ私この前買ったんだよね、自分で。え、そう、パズルはめるみたいな。え、嬉しい。これ私周り見えてた。嬉しい。でもこれやっててさ、これ使うみたいな。なんかこの、生きてて、この感じ使うみたいな。猿山。猿山。純日記高3の時撮ったらすぎょーい。修行すぎる。使わんよね。生きてて使わない。考えたらそこだよね。もう考えたらダメだよね。チェキ買うか迷ってます。もうこれはもう本当におすすめで、もう、愛を込めて書くな、もち、論のことを、まあ、さ、私服私服、コスプレなんですけど、まあ、コスプレはもう、まあまあ、わかんないけど、可愛いな、まあ。もちろんのこと、私服も超絶可愛いのを用意するつもりなんで、ぜひ。もう幸せにします。確かにランダムでレアポーズ。リネさんのさ、ブリッジみたい。おもろい。子供は寝る時間。そうだよ、来るからもう高校卒業してるんだよ。やばいよね。まだ、ちなみに心も、高2ぐらい。心も体も高2です。本当に、大人ならな。ならな。私のボケが、もうひどすぎてあずみんに、ま、くるくるは、なんか、中3の男子みたいって言われて。すべて違うんです。すべて違うんですけど。中3の男子みたいって言われて悲しいだけでした。V 通信顔が絶対やばい、絶対やばい。確かに中2じゃなくてよかった。確かにいたずらしかった。もう許されない、許されない。わかる？あれ？あれあれ？ツンデレくるくる？中3男子でした。
休み前乗りなの？10時くらいまで一緒にいたけど10時くらいまで一緒にいたけど、エターナル中3男子。お、よし、エターナルさんご好き。エターナルなんかかっこよくない？エターナル、まあ、かっこいいってだけで好きになっちゃう。ちょっとまたこれもほんまになんかお恥ずかしいんですけど、エターナル中3男子。中3の時会話の9割ダジャレでした。今のくるくるやん。じゃあ合ってるやん。あずみ、チキを買うと思いますが3枚購入済みした。ありがとう、嬉しい。リアル中3女子の同期は高い精神年齢、精神年齢、エタノール、中3だし納得？それ本当ですか？今なら撤回できますよ今なら撤回今なら撤回。あ、はい、違う場所で配信したのか。なるほどね。やばい、眠たい、眠たくなってきた。早く、え、明日何時に起きたらいいの？一体全体、私はほんまに。頑張る、頑張る。これはクルクルの技です。その顔のチキ？この顔のチキ？需要があるなら、あります。待って、頭皮を動く。すごくない？ちょ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 。できなくなった。3時半に起きよう。寝る時間やん。くるくる寝る時間。なんじゃ。アルバムが、アルバムついてる。応募券で何があるのか。確かに、確かに。移動は寝るね。コメントも集めなるよ。なるよ。なる、あ、あ、助かる？助かる？あ、マガチキ欲しい？みんな配信確認したけどホテルだった？え？おもろなんだけど普通に。ね、広島ホテルだったらなんで？何ね。いや、もう充電ないので、そろそろスクショタイムしたいと思いまーす。子供ポーズ。このポーズじゃないな。ガンダムポーズって何？これ？どんなんだっけ？ガンダム。ガンダムってさ、私ガンダム。これウルトラの母でしょ？あずみって収束かぶっときの顔？はぁ、中二病ポーズ。カメドン。チキ
にポーズして。え、でも事前に、X とかで、旧ツイッター、X とかで、ハッシュタグつけて言ってくれてたら、いけるかも、いける。あれ、ガンダムそのポーズせん？え、ガンダムこれじゃないの？わしの中のガンダムこれだったんだけど。おでこに V？ え、これガンダムこう？おでこに V？ はい。終了、終了。スクールタイム終了。で、それでは。断順前に告知タイムしたいと思います。明日はお台場でフェスがあります。ほんまに、絶対、こう、一生の記憶残るフェスにしたら、できたらいいなと思ってるんで、一緒に楽しみましょう。もちろんね、まあ、ストリとかが、まあ、新しい感じっていうのは、まあ、こう、みんなに見てほしいポイントであるんですけど、一番はね、こう、皆さんが楽しんでいただくことが一番なので、楽しいと思った気持ちになって帰っていただけるようにくるくるも精一杯頑張ります。ぜひ一緒に盛り上がりましょう。して、あ、夜、うん、昼は見えるかわかんないけど、ぜひうちわやくるくるのペネットとかホールとかお願いしまーす。お、昨日のおかげでアルバム決済おめでとう。お、よかったー、嬉しい。それでは、あチェキの受付中です。これは12日までの受付なんですけど、ぜひお待ちしております。私服、私服、コスプレです、の3種類でやってます。構成でできたら、こういろんな絵とか、あの文章とかも書きます。できたらというかも書きますので、楽しみにしていてください。それでは壇上を読みたいと思います。13位、時まつる、ありがとう。12位、ホセロさん、ホセデラロサ、ありがとう。11位、サトシ、ありがとう。10位、マスタカ、ありがとう。9位、福ちゃん、ありがとう。8位、柏木まさき、ありがとう。7位、ピンクのトソロ、ありがとう。6位、ツー、ありがとう。5位、ワンタン、ありがとう。4位、クリボー、ありがとう。3位、トマトポ、ありがとう。2位、忘れっぽい餅、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルル、パーン。ヨッシーゾンビ、ありがとう。ヨッシーゾンビ、ありがとう。皆さん楽しみにしてる。お、ありがとう。皆さん今日見てくださってありがとうございます。明日は本当によろしくお願いします。くるくるです。チェキもお待ちしております。それでは、おやすみー。